撮影用のカメラに興味津々です。子猫たちが動き回るのは松本市の今村さんのオフィス。ここは保護猫が働く会社です。でもこの人たちがみんな従業員です。そうです。保護した猫のイラストを描いて、そのイラストをモチーフにしたグッズを主にオンラインで販売してます。マンションの一室を借りた店には保護猫たちのイラストが入った雑貨が並びます。猫たちをモチーフにしたドリップコーヒーが不動の人気という感じです。里親を探す猫たちを PR しながら、売上金で家賃やご飯代、医療費などを賄っています。一番長くいるのはここの中だとおかみちゃんですかね、はい、東京の閑静な住宅地で猫が嫌いな人がいっぱいいるところで、水かけられたりとか結構いじめられてたらしいんですよね、うん。1年前、猫たちを連れ神奈川から松本に移住。この8年間でおよそ130匹を飼い主とつなげました。この春は近所の花店の倉庫で親子を保護。5匹の子猫はまだ生後3ヶ月も経っていませんでしたが、無事に大きくなってほっとしてますけど、とりあえずご飯を食べて眠くなるまでは一通り遊んであげないとなかなか仕事できないですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。